はいどうも、皆さん、こんにちは、こんばんは、ラウンズでございます。今日は燃費計測第36回目ということで、今年最初、2019年最初の燃費計測でございます。はい。ということで、今、走行距離がですね、まあ、ちょっといつもよりは、ちょっとまだ走り切ってないんですけど、こんな感じでございます。はい。こんな感じで、462キロ。そして、今、平均燃費が 17.9 となっております。もうここね、ガソリンスタンド、いつものガソリンスタンドのすぐ近くの、コンビニなので、多分、これからね、プラスちょっとだけね、距離上がると思いますけど、いつものガソリンスタンドに行って、満タンに入れたいと思います。まあ、ちょっと今回早いですけども、ちょっと釣りにね、行く予定がありますので、ちょっとね、距離走る釣り行く予定がありますので、ちょっとね、若干ですけど早めに入れたいと思います。まあ、それでも一目盛りはないんだけどね。はい、ということで、入れましょう。ということで、いつものエネオスの、エクスプレスがエネオスになったところにやってきております。さっきとね、ほとんど変わんないですけど、462.4、17.8 キロ、ここからね、満タンに入れていきます。ということで、ガソリンを満タンに入れてまいりました。今回は多分ね、燃費が、まあ、平均燃費を見ての通りなんですけど、ちょっと良くないです。まあ、ちょっとそれは後でね、お話しします。はい。というわけで、ガソリンの入った量ですね。今回こちらとなっております。レギュラーガソリン。現在今、151円でございます。これは現金会員カード割引プラス、このね、バーコードが毎回出る、このバーコードの2円チケットを使って151円。で、28.2 リットル、入りましたと。これも県外どうなのか、最近ガソリンがね、こうやって安くなったんですよ。大分でも。一時期160円ぐらいとかなってたけど、今151円でちょっと安くなりましたけど、県外まだどうなんでしょうか。はい。まあ大分高い方なんで、多分県外行くともっと安いですよっていう。大分高えなって言われるんでしょうね。もうこれでも県内って大分市内で言えばこれ安い方だからね。これ安い方なんですよ。もうちょっと上があるぐらい。平均するとまだこれ最安値に近い方ですね。大分市内では。別府とか行くとまた違うらしいんですけど。はい。ということで、今回の平均燃費でございます。一応毎回言っておきますけど、自分はこの満タン法というので、満タン、毎回ガソリンを満タン、毎回満タンにして、走った距離割るガソリンの量を割れば、平均燃費として出ます。はい。ということで、今回走行距離がですね、462.4 割る、ガソリンの量28.20W。悪くね、今回。こんな感じで 16.3 ですね。結構悪いね。もうエアコンとか別に入れてないんですよ、今回。入れてない。で、この悪さ。いや、ちょっと待って、想像以上にちょっと悪いわ。で、さっきね、まあ燃費がちょっと今回悪いですよと。言ったんですけども、別にアイドリングをしてたから、その、燃費が下がったとかいうのはないんですよ。アイドリングをほぼゼロに近いぐらいだと思います。で、なんでこんなにちょっと燃費が下がってるのかっていう理由をちょっと説明すると、今回ですね、こう走ってる時に前の車が結構遅い車が多かったんですよ。それはもちろんお年寄りの方もいれば、一番イライラするのがね、携帯触ってるやつね。なんかね、ふらふらしながら、なんか、別に信号が青なのになんかいきなりブレーキを踏み始めるとか、まあ、確かにこの歩道がチカチカして赤になった瞬間にブレーキ踏んで、いや、こっちの信号まだ青だからみたいな。っていうのがね、結構多かったんですよ。イラッとするじゃないですか。自分視力いいんで、このルームミラーから、こう、携帯触ってこう下向いてるの見える車も結構あるんですよ。なんかね、フラフラして、眠たいのかなと思って見たら、携帯触ってるんですよ、こうやって。あと、こう、携帯の、この、なんか光の部分が、この辺で触ってる人は、もろこのガラスから透けて見えるからね。そういうのがね、結構多くて、なんかね、ちょっとイライラした運転が多かったかなっていう。
別にそんな煽ってるわけじゃないんだけど、その後イライラを解消するためって言ったら悪いですけど、悪いわけじゃないけど、ちょっと早めな加速をしていくみたいな。早めな加速といってもこの車の回転数で2500とかなんで、別にそのブラーンって一気に加速するような感じじゃないんですけど、いつも2000回転で加速を2500で加速していくような、なんかそういう加速がちょっと多かったかなっていう。それでなんかこう平均燃費が多分こうガクッと下がって、だから加速でこれだけ燃費が変わるんだなっていう。いつもならほんと1800とか2000回転ぐらい、軽乗車ですよ、軽乗車で1800とか2000で抑えながらこう走っていくっていうのが多かったんだけど、今回その2500で加速したのもまあちょいちょいあったかな。あと上り坂もなんかそんなに、別府に温泉行くんで結構毎週行ってるかな。別府のこう九州横断道路を途中まで登るんだけど、その時もこうあんまりこう燃費を気にしないでこう踏んでたりしたっていうのも、多分その燃費が今回悪かった原因の一つだなと思います。はい、まあそんなところで、とにかく今回はちょっとアクセルを踏み気味ってそんなに半分とかまで踏むことはあんまないからね。あともう一つは多分ね、このそうそうオイルですね。前回これちょっとお話ししたと思うんですけど、オイル交換してもう半年経ってるんだな。半年7ヶ月ぐらい経ちますね。オイルって別にそんなになんか半年に1回じゃないよね。何もしなくても1年に1回ぐらいか。で、そう、オイルを交換してね、総合計、これね、オートバックスのこのシールがあるんでわかるんですけど、オイルを交換して、今ね、このオイル、モービルワンというかなりいいオイルを入れて、で、オイルフィルターも変えたのか、前回ね。で、その状態で、今、走行距離がですね、5956キロ走っております。モービルワンの、そのオイルの劣化状態っていうのがね、こう、正式にわかんないじゃないですか。いくらオイルのこの、なんだろう、こうゲージのやつを見ても、で、それで汚れてるから、汚れてないから、で、判別ってね、100% は無理じゃないですか。あくまでも、目安として見えるっていうだけで、実際はその、なんだろう、油圧計っていうのか。油圧計があればいいんだけど、油圧計がこれついてないし、カーレーダーの OBD センサーでね、見てるんだけど、油圧センサーが、なんかないのかな、センサー自体がないのか分かんないけど、表示が、OBD のその、あれの中で、その油圧計っていう項目はあるんだけど、このムーブの場合、表示はされないので、まあ、センサーがないのがちょっと分かんないけど、そのオイルのね、本当に汚れて、もうそろそろ完全劣化して、ダメだよっていう状況が、その 100% わかんないんで、まあそろそろね、変えようかなと思います。で、もう5956、ちょっとまたこれ釣りに行くからちょっと伸びるんだけど、その次のオイルですね。これはですね、一応その、前回ちょっとお話ししましたけど、オイルは、今ね、このモービル1という、モービル1の 5-30 というオイル入れてます。で、その 5-30 はこの説明書に書いてあるから、その 5-30。または0-20なので、まあ、5-30 入れてる状態です。で、これから、もう一番ね、燃費とかが分かりやすいかなと思って、次回のオイルは、オートバックスで、確か3リッターか4リッター忘れたけど、999円かなんかで売ってる、オイルに交換しようかと思います。これでこのオイルのこのモービル1がいかにいいかっていうのがね、おそらく分かりやすいんじゃないかなと思うんですよ。まあ、今実際6000キロ走ってるんで、もう結構汚れてると思うんですよね。で、これいろんな人に聞いてもいろいろこうバラバラで、いや、モービル1だったら1万キロは走れるよっていう人もいれば、いや、いいオイルでも、いや、やっぱ3000キロで変えてますっていう人もいるし、まあ、3000キロは自分としては早いんじゃないかなと。コスパ的に相当悪いよね、3000キロで変えてたら。だって一番高いから。安いオイル、まあ、そのね、次回その1000円ぐらいの安いオイル。これで燃費がどうのとか、エンジンのこのフィーリングがどうなるかっていうのは、多分この一番いいオイルか一番最悪のオイルっていうか、一番安いオイルに変えるんで、この辺もちょっとね、自分の中でこう、検証してみたいところです。で、もちろんその安いオイルを入れるから、その安いオイルの時のオイル交換は早めに、ね、
3000キロぐらいで交換しようかと思います。これはあくまでもいいオイルだからその6000キロっていうその走行距離で交換してますけど、まあちょっとね、次回そのオイルのね、なんて言うんだろう、その劣化状況っていうのかな、あれ一応ねオートバックスで買えようと思います。で今知り合いがね、このオートバックス、前その森町店にいたんですよ、大分市の森町店にいたのが今ですね、スーパーオートバックスに移動したみたいで、まあ、今度次はねスーパーオートバックスで、交換しようかなといったとこですね。あとですね、冬なんでこの一応暖房を入れてるんですよ。で冬で暖房入れてますけど AC は切った状態ですね。エアコンプレッサーは回してないです。要は送風状態だけでこう暖かい風っていうのは出るんですよ車。これなんでかっていうと、まあ、簡単に言えばそのエンジンの熱を使ってっていう感じかな。簡単に言えば、まあ、実際にはこうなんかこう仕組みがいろいろあるんですけど、まあ、冬の間は暖かい風はエアコンを使わなくて、その送風だけで温度を調整するだけで、ある程度の暖かい風、めちゃくちゃ暑い風も出るんだけど、まあ、その暖かい風が出るようになってるんで AC は入れてないんですよ。まあ、これもね人それぞれでまたこうよるんだよね。使わないとやっぱエアコンプレッサーが壊れるとか、だから自分もそのなんて言うんだろう、まあ使わなくても暖かい風出るけどあんまり推奨できないですよね。壊れたっていう人も実際いるから、ね、自分はちなみに今までこう車乗ってきて冬の間そのエアコンプレッサーを入れてなくて壊れたっていうのは未だに一回もないんですよ。でずっと入れない状態で、どうしてもね冬の間 1,2 回はそのガラスのその曇りが取れない時あるんですよ。その時は入れるって感じです、 AC を。でそれ以外ずーっと基本切ってる。やっぱ燃費が悪くなるっていうのもあるし、やっぱ踏んだ時のやっぱアクセルが重たいんで、結局まあ燃費ですけど、でその時だけは入れますけど、基本的にはずーっと冬の間は入れてないです。もちろんねそのエアコンプレッサーを入れてると、もうその寒い時のメリットがあって早めに暖かい風が出るんですよ。でさっき言った通りその AC を入れない場合だと、もう単純に言うとそのエンジンの熱っていうのをまあ簡単には使う感じなので、なかなかこう AC を入れないと暖かい風が出ないと。まあ自分の場合そのなんて言うんだろう、暑がり屋な方なんで寒さには結構その強い方っていうのかな、多分普通の人には多分強い方なんで、最初の寒かろうがそんなに気にならないし、その暖かい風が出ても本当に送風 1,2 とかで24度5度とかです。 AC を入れない場合だから正確な温度ではないんだけどね、それぐらいでずっとこう送風で出してるぐらいでちょうどいいとか、それぐらいです。だからまあ AC を入れない分燃費としてはそのコンプレッサーをオンオフではないので、そんな変わるっていうのはないです。まあ、エアコンない状態で走ってる感じなので、だから今回本当にこの燃費がね、だいぶ下がったっていうのはやっぱその加速する時のちょっとしたこのアクセルの踏む量が多分平均して多いなっていうのは自分でも分かってたんですけど、まあ、ここまで下がるとは正直思ってなかったですね。夏のそのエアコンガンガン使う時でも、15.5 とか、悪くて 15.3 とか、いい時だと 15.8 とかなんで、ほらエアコン入れてるのってあんま変わんねえじゃんっていうぐらい、こう結局ガソリン使うっていうことがね、やっぱちょっとでもこう踏む量を多くすると燃費は下がりますよと。まあもちろんこのターボじゃないからね、やっぱその分なんだろう、アクセル踏んでパワーガソリン使ったんだなっていう、次の車とかやっぱターボ車乗りたいなとかまあそんな感じで、まあ、軽くふわーっとね、そういう感じでね、最近考えております。はい。まあ、そんなところで、今回ね、第36回目、今年最初の燃費計測は、ちょっとね、燃費が悪かったでございます。はい。まあ、皆さんもアクセルの踏む量はね、基本ちょっと抑えながら走ってると、意外と平均燃費はね、上がっていくと思いますので、皆さんもぜひね、安全運転で走ってみてください。以上でございます。ご視聴いただき、ありがとうございました。じゃあね。マグチューはまたちょっと次回ぐらい、
つけたいと思います。あのプラスでね、今2つつけてプラスアルファであと2つあるんで、それがまた次回ぐらいでお願いします。